ジェットストリーム。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 地平線が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしない光の海を、豊かに流れゆく風に心を開けば、きらめく星座の物語も聞こえてくる。夜のしじまの、なんと饒舌なことでしょう。光と影の境に消えていった遥かな地平線も、まぶたに浮かんでまいります。これからのひととき、月曜日から金曜日までの毎晩、あなたにお送りする音楽の定期便、ジェットストリーム。夜間飛行のお供をいたしますパイロットは、私、福山雅治です。ジェットストリーム。日本航空、JAL がお送りします。ジェットストリーム。作家が描く世界への旅。今週は自然写真家高砂淳二によるフォトエッセイ、光と虹と神話より一部編集してお送りします。今夜はその第一夜。高度1万メートルの空から、厚さ3000メートルの氷の世界へご案内します。番組ウェブサイトの高砂淳二の写真とともにお楽しみください。
グリーンランドの名前の由来が面白い。ノルウェー人のエイリークというバイキングが始め、アイスランドを発見し、アイスランドと名付けて入植者を募ったが、寒そうなネーミングだからか、誰も集まらなかった。そこで、この島には緑豊かな印象のグリーンランドと名付けて入植者がたくさん来るようにしたのが始まりだとか。グリーンランドは日本の面積の6倍近くある世界最大の島で、その 30% は氷に覆われているという。普通に考えたらアイスランドになるだろう。そんな 30% を覆う氷は厚く、最大の厚さはなんと3000メートルほど。下の方の氷は40万年も前のもので、氷自体の重さで中の空気が圧縮され、気泡はほとんど存在しない。そんな氷が海に入ると比重が重くて、水面上には顔を出さない上、気泡がないために乱反射もせず、黒い氷として不気味に水面下に浮く。僕も小さめの黒い氷を目撃したが、はじめ黒い水面にしか見えなかった。もしこれが大きかったら、船乗りはとても怖いに違いない。グリーンランドを覆っているそんなにも分厚く巨大な氷は、世界の真水の 7% をも占めている。もし全部溶けてしまったら、地球の水位は72メートルも上がってしまうと言われているのだ。Thank you.
グリーンランドは
ヨーロッパの北にあるイメージが強いかもしれないが、地球儀を見ればわかるように、北部カナダのさらに北に位置している。住んでいる人たちもほとんどがカナダの先住民と同様にイヌイットで、僕ら日本人と同じモンゴロイド。僕らとあまり変わらない顔をしていて、とても親しみが持てる。こんなところでも僕らの同胞が暮らしていたのかという感覚だ。控えめでニコニコと笑顔を絶やさない、それでいて芯の強そうな印象を受けた。彼らは氷の世界で暮らすことに長けていて、昔からクジラやアザラシなどを狩り、生で食べるだけでなく、内臓から脂肪分まで全てを食べることで必要なビタミンやエネルギーなどを取り込み、皮や骨などあらゆるものを上手に利用して極寒の中を生き続けてきた。グリーンランドでは今世界の他の地域の2倍近い速さで温暖化が進んでいる。しかしそんな心配事とは別に、デンマーク領であるグリーンランドでは石油や天然ガス、鉱物などの豊富な天然資源が採掘しやすくなってきていることで、もしかしたらデンマークからの独立が実現できるのではないかという期待が高まっているのだそうだ。しかしそうなれば世界の列強がどんな動きに出るかは想像に難くない。グリーンランドが本当に緑の大地になってしまった時、たとえ地球に水があふれても平和な島のままであってほしいものだ。Thank you.
人々が織りなす時の流れの中で刹那輝きを放つ音楽があります。長きにわたり心に届く音楽があります。そしてあなたに驚きと発見を与え優しく包んでくれる音楽があります。サウンドグラビティ、
every day you live a life so full of hope. Shouldn't drag your soul around you like a length of rope. You remember everything you thought your life would be. Well, it's falling through the cracks of ancient history. Living like we've always known a different way. We're taking all the different roads before I go. It'll bring you back around to the one you know. Rose and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds.
moons and junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. Oh, but now old friends, they're acting strange, and they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. I really don't know life. I really don't know life at all. サウンドグラフィティ。本日お送りした曲は番組ウェブサイトに掲載しています。ぜひご覧ください。ジェットストリーム。今週は自然写真家高砂淳二によるフォトエッセイ、光と虹と神話より一部編集してお送りしています。もう一度聞きたいという方は無料アプリラジコのタイムフリー機能でお聞きください。
夜間飛行のジェット機の翼に点滅するランプは遠ざかるにつれ次第に星の瞬きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が美しくあなたの夢に溶け込んでいきますように。高度1万メートルの風に乗せてお送りする大空の乾燥曲ジェットストリーム。お相手は福山雅治でした。ジェットストリーム、日本航空 JAL がお送りしました。